はいどうも、なおちんです。さあ今日もモンハンライズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、新しいヘビーボガン作りました。これがちょっとね、可能性があるなって思うやつで、これ猫銃砲ニャノン、アイルの装備の、最上位のやつになります。何が今までと違うかっていうと、拡散弾のタイプがこれ水平型っていうタイプで、多分この装備だけの、発射タイプなのよね。今まで拡散弾って上に撃って、で下に当たった時にダメージを与える感じだったけども、これはね、普通の弾と同じでまっすぐ飛んでいくのよ。めちゃくちゃ使いやすい。で、防具なんだけども、これを装備してます。うつし、リノプロ、リノプロ、ルドロス、インゴットです。まずうつし、これがね、弾丸節約がついてます。弾丸節約と拡散弾っていうのはまあセットみたいなもんでつけてますね。で、リノプロで、これが砲術ですね。体と手で、砲術をレベル3まで上げてます。で、ルドロスでフルチャージ2で、インゴットが攻撃2だね。で、石で弾丸節約が1個ついてます。で、ステータスを見るとこんな感じでスキルがついてます。攻撃3、弾丸節約3の砲術3、フルチャージ2、まあ使うのは大体これぐらいかな。サトクエぐらいの敵だったらばこれだけでいけるんだよね。なかなかおすすめの装備です。あー、危ね。食べ物を食べていきましょうかね。逃げんなよ。あいって、ちょっと待って。フルチャージを発動するためにちょっと HP はマックスにしときたいところ。 OK、 では行きましょう。おい。おい、やろうと思った時にお前そういうことするな。よし、まあ一発で回復するし OK でしょう。行くよ、こんな感じ。しゃ、簡単にね、ひるませちゃったりしていいんだよね。いけ。おいし、あ、待て、まあいいや、フルチャージはいい。フルチャージなしでも結構ダメージ与える。で、弾丸節約が入るから連射がね、まあ運だけども効くっていう素晴らしい装備。 OK で、ショートカットにはね、しっかりね、拡散弾を作るものを、入れときましょう。はいはい、くらえ。お、いいね、いい感じで節約が効いてる。拡散弾、あ、逃げた、逃げられた。追いかけます。置いた、いくぜ。ひるみもかなり与えていい感じ。よし、いいかな。ちょっとね、装置装填の時間が長いんで、速度アップを狙っていってもいいのかな。じゃあ、オッケー、行くぜ、行くぜ。おっと、拡散さんがそろそろなくなる頃かな。あっ、ミスった、もったいねえな。拡散さんはね、もう限られた数しかないから打ち漏れはしたくないんだよね。まあこういう感じです。弾はまあちょっとは余ってるね。里クエだからこれぐらいの感じで倒せるけども、うーん、まあ集会場だったらば
ちょっと弾が足りないかな。でも里クエだけだったらば、もうほんとこの武器一本だけで速攻倒していけるので、なかなか面白いです。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。